ロールが立つかどうかっていうと、これまた難しいし、もうちょっと心配なのは、社員を削って企業が、僕ね、北小岩3丁目なの。これから今、土手伝いにずっと上がってる。土手じゃないから。土手は走れない。少子化ですか。少子化の問題に関してどういうふうに考えてるか。本当に困らないから、もちろん。県政営とかは、省営。土手の問題なんですけど、どういうふうに考えてるか。私もちょっと前に申し上げてもらってみましたけど、何のために準備してるか。あくまで金融に関しては、安倍さんが成長戦略としてこういうことをやるんだという思いを発表されたというところみたいな。私は考えてみようと、このどういうふうに考えてるか。これはね、国民の考え方なんですよ。まずはこちらの話題からお伝えしましょう。イベントで下半身を露出させたとして昨日警視庁から事情聴取された江頭2時50分さん、その聴取後報道陣の前でその心境を語りました。お騒がせして、すみませんでした。報道陣の前に謝罪した江頭2時50分さん、事の発端は先月25日の DVD 発売イベント。江頭さんは観客300人の前で全裸になり、下半身を露出し観客席に飛び込みました。警視庁はこの行為が公然わいせつに当たる可能性があるとして事情聴取を行ったのです。
東金町7丁目です。